本当に大切なめっちゃ遅い時間なのにありがとうございます。ありがとうございます。なんかさ、火曜日ってさ、うん、私たち学生が多いんだけど、うん、なんかさ、学校が始まってさ、2日経っちゃう、うん、ちょっとなんかしんどいなみたいな、うん、思う時期なのね。時期の時は月かでさ、うん、あ、ごめんか。え、でもなんかみんなに会えたらなんか疲れ飛んじゃうんだよね。でも多分みんなスーツの人も多いし、多分お仕事終わりの人も多いと思うので、私たちと同じくらい多分それ以上ね疲れてる人も多いと思うので、今日はライブでね、そのね疲れとか上司へのなんか分をしてると思うので、一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。上司への分をみんな上司の立場だから、部下もしかして偉い人たちかもしれない。はい、そして次の明日のライブは明日で、明日もこちらリーバさん見て、そして明日も今日と一緒売れたいライブ出演します。やったー。明日は20時30分からね、今日よりちょっと遅い時間になってるんですけども、明日水曜日もね、週の真ん中、ちょっと憂鬱な気持ちを吹き飛ばすために朝まで来てくれると嬉しいです。待ってます。待ってます。ぜひ一緒に呼びましょう。一緒に呼びましょう。それでは後半戦もまだまだ続くので、一緒に楽しんでいきましょう。